北岡義恵は日本の女優である。本名同じ、別名、北岡義恵。1913年3月25日、京都府京都市上京区忍納寺街道6県、町西入に生まれる。父は俳優の嵐館三郎である。1925年3月に旧正小学校を卒業、同年6月に牧野正造が設立し、 父が俳優部幹部を務める牧野プロダクションに入社する。同年9月11日に公開された倒幕の叫びに出演、万12歳で映画界にデビューした。1929年7月25日には牧野正三が亡くなり、同年9月に牧野正弘を核とした新体制が発表になると、北岡は巻の智子、松浦月江、岡島松也子、 大林梅子、桜木梅子、生野初子、川上君へ、三保松子、泉清子、菅静子、墨野枝津子、別所マスエラと共に、俳優部女優に名を連ねた。その後、新体成果の巻のプロダクションは、財政が悪化し、1 9三0年十二月、賃金未払いが発生して、ストライキが起き、翌1 9 3一年一月、制作が再開されたが、 北岡は、同社の解散時まで所属し、同年4月3日に公開された、親父天国が、同社での最後の作品となった。解散後は、嵐勘十郎プロダクションに遺跡、日本に出演した記録が残っている。1932年2月に、高村正次と、立花良介が、小室撮影所内に、聖縁巻のキネマという短名に終わる会社を設立したが、これに、 北岡は在籍したという。同社は同年4月には解散しており、同社での北岡の出演記録は見当たらない。この時北岡は満19歳であるが、以降の消息は不明である。没年不詳。仇ち鏡山公開時のチラシ、北岡義恵の名が確認できる。図柄は、牧野智子。クレジットは全て、出演である。公開日の右側には役名。 および、東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。資料によって、タイトルの異なるものは平記した。特筆以外すべて制作は、牧野プロダクションを出撮影所配給は、 牧野プロダクション、すべてサイレント映画、特筆以外すべて、北岡義井名義である。すべて制作は、嵐勘十郎プロダクション、配給は、新興キネマ、すべてサイレント映画、特筆以外すべて、北岡義井名義である。ありがとうございます。